その鹿鳴館よりもやりがいのある仕事だったんじゃないかなと思います。この時に通貨を許可しなかった外務省が、20年前のそのポーランド人の孤児たちを容易に受け入れたとはちょっと思えないんですよね。本日は7月刊の鹿鳴館の花は散らずの主人公、日本のナイチンゲールとも呼ばれた鍋島長子について、植松みどり先生にお話をお伺いできればと思います。まず一つ前の鹿鳴館についての動画では、長子の鹿鳴館時代のお話をお伺いしましたが、彼女は鹿鳴館外交がやむなく失敗に終わった後、日本赤十字の活動の方で活躍していく方ですよね。日本赤十字を一番メジャーで、スタートさせたのは佐野常民という旧佐賀藩士だったんですけれども、で鍋島長子は最後の、佐賀藩主の鍋島直弘という人のところに嫁いでいるので、で夫婦でどうもその、さあの佐野常民の、仕事を後押ししたようなんですね。日本赤十字はその前に、博愛社という組織を立ち上げるんですけども、西南戦争の時だったんですね。で、敵味方の区別なくして救護したいという、その佐野常民がヨーロッパで仕入れてきた知識なんですけども、そういうことを実行したいということで、西南戦争の時に敵味方の区別なく負傷した兵士を助けたんですけども。で、その頃はお医者さんの手伝いをしていたのは男性の看護師だったんですけれども、で海外では女性の看護師が活躍しているというので、で佐野常民の、希望で独身看護婦人会というのが立ち上げられるんですね。で上流婦人たちによるボランティア組織なんですけれども、その会長を鍋島長子が務めています。既製品の包帯とか、その当て布とか、ガーゼとかない時代ですので、特殊看護婦人会が白い布を裂いて作ったりとか、巻いて用意、巻き方を習ったりとかしてたんですけども、でも現実としてそのボランティアではどうしてもその行き届かないところがあったようなんで、で、日本赤十字に変わった後で、専門性の高い女性看護師を育成しようというので、その責任者になったのも鍋島長子だと思います。で、彼女のその、白衣を着た写真が何枚も残ってるんですけども、本当にここのところに赤い赤十字のマークつけた制帽をかぶって、可愛いで若い看護師たちもそれを着ています。専門的な医学知識はお医者さんが教えてるんですけれども、多分長子は看護にあたる心得みたいなものを、基本的に教えたんじゃないかと思います。で、赤十字の活動っていうと今でも災害地とか、それから紛争地の救護が主な活動ですけれども、当時はやっぱり従軍看護婦が一番大きなメジャーな仕事だったんですね。で、若い兵士たちの中に入っていきますから、どうしてもセクハラとかありえますし。そういう人たちの中で毅然とした態度だとか、その白衣を着た毅然としたその服装だとか、そういうもの、上品な言葉遣いだとか、そういうものを徹底させたんだろうと思います。その辺がその長子のまず最初の仕事じゃないかなと思います。彼女は公家の出身で、現代で言えば蝶のつくお嬢様だったはずです。看護活動に協力していくのもとても苦労されたのではないでしょうか。長子はもともと広橋というお公家さんの、家の出身なんですけども、鎌倉時代から続く名家という、でただのほほんと暮らしていたわけでもないと思うんですよね。なんせ幕末の京都で育っていますから、今の京都御苑の中の公家屋敷の一つでに広橋家の屋敷がありまして。で、禁門の変が起きたのが10歳の時ですよね。で、京都の町が丸焼けになった、そういう事件ですから、そこにいた、多分いたんだと思いますけれども、あと、人斬りが横行している時期もありましたし、なんか人の命の儚さっていうものは感じていたんじゃないかなと思います。
で、そういう下地があったところに佐野常民から協力を求められたん で割合に自然にその活動に踏み出せたんじゃないかと思います。で、ちょっと時間が戻るんですけれども、あの長子はその結婚した時に夫の鍋島直弘があの外交官であのローマに赴任したんですね。でそれにあの追いかけて一緒に行ってますので、で国際赤十字の創設っていうのは大体あのイタリアの統一戦争ですね、その時にから始まっているんで、あの身近だったんだと思います。で当時きっとそのナイチンゲールの、あの活躍っていうのも当時ヨーロッパでも十分知られてましたので、長子もあの心得ていたと思います。でちょっとナイチンゲールの話したいんですけれども、うん、白衣の天使みたいな、こういや優しげなイメージがあるんですけども、イギリス人で上流階級の令嬢だったんですけども、なかなか強い女性で負けない女性 でクリミア半島っていうのがトルコに近い方で、イギリスと、戦う戦争があったんですけども、その時に従軍看護師を束ねて、ナイチンゲールは戦地に行ってるんですけども、そうしましたら、まあ、戦地の病院はなかなか不潔だったりとか、あの換気が悪かったりとか、で怪我をしたその兵士たちが詰め込まれてて、でそこであの感染症がどうしても蔓延しちゃうんですね。戦争の怪我で亡くなるよりも感染症で亡くなる兵士が多かったんで、でその上その武器弾薬の輸送が、優先されちゃって薬が届かないとか、でナイチンゲールはあの統計学が得意だったん でそういう感染症の実態を図表に表して、で当時 そのビクトリア女王に直訴して、それが聞き遂げられて、その病院の戦地の病院の環境が劇的に良くなったという、そういうことが彼女の一番 その大きな役割だったんですね。でフランス語であのノブレス・オブリージュっていう言葉があるんですけども、うん、高貴な生まれの者が果たすべき責任みたいな意味で、だからナイチンゲールもまさにノブレス・オブ・リージュを、実行した人 でそういう手本っていうかモデルがあったから、あの長子も、活動に踏み出せたんだと思います。だから、まあ、考えてみるとその鹿鳴館よりもやりがいのある仕事だったんじゃないかなと思います。看護活動だけでなく、長子はポーランド難民の子どもたちの受け入れなども行っているとのことですが、いかがでしょうか。ロシア革命の後にそのシベリアでそのポーランドの難民がすごくあの出てしまって、でその個人ポーランドも非常に過酷な環境だったんで、家もないシベリアであの親が死んでしまって孤児になる子どもがすごくいたんですね。でそれを一時日本で受け入れてほしいという要請がそのシベリアにいたポーランド人からあの来るんですけれども、日本に。で2ヶ月後にはアメリカで受け入れるんで、その間だけ滞在させてほしいという、そういうことだったんですけども、でこれ結局結果的にすごくうまくいったんですね。それでだから最初から歓迎したっていうふうに書いてある資料が結構あるんですけれども、実際そうだったのかなってちょっと私疑問に思ってるんですね。っていうのはその20年後に似たようなことが起きてるんです。あの杉原千畝という人、まあ、あのよく知られているエピソードだと思いますけれども、ポーランドなんかにいたユダヤ人がそのナチスドイツにあの迫害を受けて、で日本に通過ビザを求めて日本領事館に押しかけて、でそこで領事をしていたあの杉原千畝がいたわけですね。でただ日本の外務省は受け入れを拒否してるんですけども、であの杉原千畝は自分の独断でビザを発行して大変な人数のユダヤ人を助けたんですけども、でこの時に通過を許可しなかった外務省が20年前のそのポーランド人の孤児たちを容易に受け入れたとはちょっと思えないんですよね。じゃあどうして受け入れられたのかっていうと、あのその子どもたちが結局日本に東京に着いて、赤十字の隣にあったあの施設に収容されたんですけども、
その時に真っ先にその、鍋島長子屋がお菓子とかおもちゃを持って慰問に行ってるんですね。でその辺から察するにやっぱり彼女が強く主張したんだと思います。やっぱりすごく煙たがられることもあったと思うんですけれども、鍋島長子っていう人は自分がやったとかその自分の手柄だっていうことを決して言わない人だったんで、あの記録に残っていることが少ないんですけれども、でも状況から考えて彼女の、判断だっていうふうに考えてまず間違いないと思います。その辺の経緯、詳しい経緯はあの小説に書きましたので、注目していただければと思います。赤十字といえば愛子さまがご入社されたことでも話題でしたが、皇室とのつながりは長子の時代からあったのでしょうか。赤十字っていうのはあの国の機関ではなくて、あくまでも寄付で成り立っている組織なんですね。開設当初にまず必要になったのが資金で、でそういったその寄付を寄せてくれたのが皇室なんです。特にその明治天皇 の、 あの皇后様だった昭憲皇太后という方がいらっしゃるんですけども、なかなか理知的な方で、でもともとやっぱり上級公家の出身ですので、あの鍋島長子ともその京都時代に、面識はあったと思います。日本赤十字の前身のその博愛社が青年戦争の時にスタートしたわけですよね。で西南戦争が終わるともうその必要ないんじゃないかっていうふうに見なされることもあったんですけれども、でもその普段から準備しておかなければその急な災害とかその急な紛争とかに対応できませんので、なんとか続けなきゃならないんですね。でその時に昭憲皇太后が貸金も寄付を寄せてくださって、で毎年年間300円をあの寄付してくださるということが決まったんですけども、でその時にその佐野常民があのじゃあ病院を作ろうというふうに決めるんですけども、そうしましたらその病院を作るんであればもっとその本格的なちゃんとした病院を建てた方がいいというので、その昭憲皇太后が10万円のもう巨額の寄付を寄せてくださるんですね。で中の設備なんかも完全にあの整えることができて、それ以来年間の寄付も5000円に値上げしてもらって、でそういう最初のその初動の活動費を確保できたっていうのが何より大きくって、そこからその国際的な赤十字の組織に加盟ができて日本赤十字がスタートするんですけれども、本当にその誕生の時に力を尽力していただいたっていうのは大きかったと思います。それから赤い十字のマークが赤十字ですの で、 で十字っていうとやっぱりどうしてもそのキリスト教との関わりっていうのを見なされるんですね。で皇室は神道ですから、そこから多大な多額な寄付が出てるっていうことはその宗教とは関係ない組織なんだっていうことをその、イメージを定着するのに役立ったんじゃないかっていう、そういう一面もあったと思います。本日は誠にありがとうございました。最後に一言植松先生からお願いいたします。ここでは語り尽くせなかったこともあるんで、ぜひ、本を読んでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。に鹿鳴館に引っ張り出された女性たちっていうのはかえって迷惑だったんじゃないかなと思うんですね。やっぱり不平等条約を改正したいっていうそれの責任感ですよね。